皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日もエアドラムやるんですが、4日続けて新曲をやります。徹底的に覚えたいと思います。いきます はい、えー、フェードアウトでございますはいフェードアウトしましたはいまた前回より上手くなっちゃいましたねさあそうですよね覚えたての時はそんなもんですよねどん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 構成が分かるようになっていくんですよねまあ僕ドラムやってて何て言うかあの僕結構長年若い頃からやってきたんでもうドラムの曲の覚え方って結構 決まってきてきるんでですよね自分の中ではあのただ聞くだけなんですよ楽譜は見る必要ないんですよだって音が出てたら音が聞こえたらもうどこを叩くかは分かっちゃうんで、はい、だったら音を聞いてそれに自分の体を覚えさせるもうこれだけでいいんですよだからまあ継続は力なりでちゃんと練習やってればそれだけで済むんですよねそこが他のメロディー楽器と違うところでしょうねはいまあということでね また上手くなりました。嬉しい。<laughs> はい。ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。